川崎フロンターレ解体新書青編。第2回でございます、はい、今回は田中青編ということで、はい、どうですか田中青。いやもうみんな知ってるだろうって思ってるとこもあるけど、はい、そうね。いやでももうね、どれだけあと何回見れるかっていう選手だと思うんで、はい、はい、そうね、海外に旅立ってから注目する人でもすぐこう青のことが分かるようなそうね動画になればいいかなと思いますしね、はい、はい、いつまでも見てほしいからね田中青に。いやもう本当に、はい、はい、まあ、ちょっといまいち言語化できてない人も、うん、多分すごさは多分目では分かると思うんですけど、そうだね、ちょっとこう語る時になんか青すごいよねしか言えない人がちょっと喋れるようになればいいかなっていう、はい、はい、思ってます。なるほど、じゃあお願いします。はい、じゃあまず流れからいきますね。はい、まず4つありまして、はい、来歴を振り返ります。でその後に特徴を教えてもらって、はいはい、今後の伸びしろを教えてもらってから、はい、まあ、一緒に将来の展望を語っていこうかなっていう4本立てになってます。 4部構成で4部構成で、はい、はい、なので本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、ってことでじゃあ来歴から振り返っていきましょう。はい、はい、田中碧ですね、今は背番号25番の、はいはい、選手になっていまして、いやほらもともとそのほら森田を憧れてるじゃない。はいはい、はい、今シーズン6背負おうかなって思って、ね、私も思ってた。そうなんですね、うん、絶対6だろうなって思ってた、うん、うん、なんですけど、まあでも背負わないってなった瞬間に、うん、ああこの多分夏に海外行くから変えたいばっかでっていうのはちょっとあれかなっていうふうに思ったんだろうなと僕は思って、なるほど、るんですけどね。私はシミッチが来ることが分かってて、はい、やっぱアンカーの位置が6でしょみたいなのが青の中であったのかなっていうのが、うん、25になったかなって理由かなって思う、まあ、一桁には行くかなと思ったんですけどね。うん、まあきっと気に入ってるのか海外に移籍することが決まってたのか、なのか、まあ、25は似合うんでね。そうね、はい、はい、ってことでじゃあ振り返ります。はい、はい、まず田中碧は幼稚園生の時にサッカー始めました。はい、はい、なんか公園で一人で壁打ちしてたぐらいのレベルだったらしいですね。幼稚園の頃から結構それやってるのはレベル高いよね。確かにね。うん、でその後に小学校入りと同時に地元の鷺沼 SC に入団しまして、はい、もうこれはカオルと同じサッカークラブですね。だポチャフロさんの後輩ってことですよね。そうそうね、はい、はい、いいな後輩、語れるのいいな後輩って。いいよね、そう、うん、この後輩にはいないからね。そうだね、はい、はい、でまあ小学3年生からその鷺沼 SC にいた人だっけ、いた人、はい、か誰かにフロンターレのユース、うん、ユースっていうかその下部組織行ったらどうみたいなのを言われて、あ、そうなんだ。そう、入団したらしい。もともとはなんかヴェルディのなんか研修かなんかに参加してたみたいなのも情報で見たことがある。あ、そうなんだね。そうそう、そうらしい、うん、まあその後に2016年ですね、トップチームに昇格が発表されまして、はい、川崎フロンターレに入団しました。はい、はい、高校どこだったっけね、青って。新庄だよ。新庄高校で。そうだよね。そう、偏差値がいい。そうね、らしい。そうそう、60前半60前半ぐらいかな、うん、そうそうね、5年くらい前とかに、いや、うん、どうなのかな、んか多分設備とか新しくなったりとか、あ、そうなんだ、したと思うんで、三好とかもあれだもんね、うん、新庄高校で、へえ、感じですよね。そうなんだね、うん、あ、僕の友達もね、新庄高校なんで。あ、そうですか。はい、で実質僕もね、はいはい、先輩みたいな。あ、そうなんですか。やっていきたいと思ってますけどね。いいですか、戻りますよ。はい、はい、ってことでまあ怪我の影響もあって1年目は出場機会がなかった、うん、そうですね、なかったですね。はい、でその後にその1年後か、うん、プロデビューしたのが札幌戦。札幌戦、はい、はい、ね、途中入場します、途中集中しまして、アディショナルタイムに初ゴールを決めました。あったね、これ。あれだよね、阿部ちゃんが前に出れなかったみたいなやつだね。あー、そうそうそう、そうだよね。で、その時確かあんたが大賞を選ばれたんだよね。あ、そうね。ちょっと気が向いたらちょっと概要欄にリンク貼っときましょうか。あ、あの、あれでしょ、うん、あんたが大賞発表される時のやつ。あ、そうそうそう、あの、今週のおまけのやつ、ハイフロのやつ。そう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 、あれはめっちゃ見てる、めっちゃ見てる人も多いはず。あれだ、だと思う、あの、うん、北斗のゴールが霞んだ。あ、そうそうそう、あの試合ね。そうそうそう、絶対お前だろうって、青くんがあんたが大賞だったっていう。そうね、まあ、あれ面白かったね、はい、結構ね、面白かった、はい、はい、まあその翌年2019年に
背番号25番、今の25番に変更いたしまして、でその2019年のマリノス戦でリョウタの怪我によって急遽先発をしてダミアンにアシストをしたぐらいのレベルまで到達しました。でまあその年には大島の怪我とか森田の不調とかあって、うん、田中碧が好調して好調な結果を出して、はい、そこからボランチに定着をしたっていうシーズンになってますね、はいはいはい、でそのシーズンにベストヤングプレイヤーに選ばれまして、うん、川崎に所属する選手の中では受賞は初ですね。ああそっか、初か、はい、初。大卒ばっかりだったんでなかなかね新人を資格のある選手みたいなので、うん、活躍する選手ってなかなかいないですかね。ユース出身でね、そうね、うん、外出しちゃったりとかしてたんで ね、 そうね、三好とかね、板倉とかは、はいはい。でそんな感じで、まあ、去年はアンカーのポジションも やりまして、去年はベストイレブンに選ばれてますね、はいはいはい、でツーロンとかでね PK 蹴りたくないみたいなのが練習で話しまくって ありましたね、はい、順番一番最後にされたりとかありましたけど、ありましたね、はい、まあ今は結構活躍する誰もが知ってる選手の一人に、そうですね、はい、まあ、あの多分 J リーグ普段見ない人とかだと、うん、あの世代別のブラジル戦でミドル決めたみたいな印象の方が強いですよね。そうだね、うん、J リーグ見てないとあんまりその活躍は ね、はい、それぐらいしかないかもしれないですけど、青の多分初先発したデビュー戦、うん、初先発の試合が多分2019年の11月25あたりのアウェーの東京戦だった。あ、そうね、そうね、あれで、うん、あれ見に行ってて、うん、で、あ、青初先発なんだみたいになって、うん、優勝決まった後だったんで、はい、で、あ、そうなんだと思って、うん、でこうボール取られるかなって思ったら意外とこうやれてたんで、あ、思ったよりいけるやんみたいになってたのは結構あれですね、覚えてますね。結構懐かしいね。懐かしい、あの多分達也が頭で押し込んでゴールして泣いてたやつ、うん、あの試合ですね、確かね、はい、はい、まあ、そういう思い出もありますよね。特徴いきますか。はい、はい、じゃあ田中を一言で言うとどんな感じですか。吸収力お化けじゃないですかね。吸収力お化け、はい、成長が著しい、成長が著しい、学習能力が結構高い、お、選手じゃないですかね。なるほどと思います。はい、例えばまあ結構あれなんですよ、もう最初は多分特徴がなかったって言ったらあれなんですけど、うん、割とこう無難なボランチかなっていうふうに思ってたんですけど、はいはいはい、結構いろんなものを習得して2020年ぐらいには、うん、やっぱ大島選手あたりの、うん、でターンするターンとか重心のとこをうまく使えるようになって、はい、それが2019年ぐらいかな、うん、で2020年ぐらいになったらアンカーをやることによって、うん、今まで青選手も今もそうですけど、まあ、割と動き回って、うん、こうチャンス作ったりとか、はい、絡んでったりするタイプだったんですけど、うん、割とこのアンカーになることによって場所を守らなきゃいけない、うんうんうん、守る場所ここいなかったら誰もいないんでここ使い放題になっちゃう、はい、っていうのが、まあ、まずいよねっていうので、まあ、最初、うん、ちょっとこう結構どっか行っちゃったりっていうとこになってましたけど、うん、割とここでアンカーをこなせるようにもなって、うん、これがまあ大体半シーズンぐらいで大体習得をしてくれて、うんうん、まあ、今でも清水下がった後とかアンカーやってくれたりしますけど、うん、まあ、これもできるようになったと、うんうん、ある程度その場所を守ったりとか、はいはい、うん、あと低い位置で の、 そのパスさばきというかね、うん、こうむやみやたらに縦パス入れないとかで周り見れるようにもなっていて、うん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 、っていう感じですよね。でも本当にこっちに上がってからはもう持ち前のこう大胆な飛び出しだったりとか、うんうん、っていうところもそうですし、やっぱ体も強くなりましたしね、今シーズンは本当に当たり負けしないというか、っていうところもあり、まあ、本当にこういい意味でいろんなことができるようになっている選手かなと思いますね。なんで欠点がなくそのまんまこう、健吾も多分ね、なんかどっかで言ってたんですけど、本当にこうそのレーダーチャートみたいなのがあったらもうそのまんま大きくなってる感じ。だからどっかが尖るというよりは全部尖っていくみたいな感じ。はいはいはい。そう、総合力の高い選手ですよね。なるほどね。はい、はい、まあ結構自分でボールを取りに行くシーンとか、はい、なんかちょっとそれ危なくないみたいな、他の人が行ったらそれ危なくないみたいなのも、うん、まあなんかさっと取りに行っちゃうとか、そう、ね、このカードが絶対出ないじゃん青の場合って。まあまあそうですね、ほとんどね、はいはいはい、だから本当にそこはすごいなって思うし、うん、うん、
素晴らしい選手ですよね。まあ、あとやっぱ怪我しないんで。いや本当にそう、絶対長期コース の着地の仕方しても全然数分で治ってたりとか。そうね、だここが一番でかいかもしれないですね、やっぱ怪我しないっていうのが、うん、そうだね、はい、なんかこの前もさ、なんか着地でミスって足ひねってたシーンもあったじゃん、うん、それ危なくないみたいなのも結構すぐに走れちゃったりとか、うん、なんだろうね、うん、若さなのかなやっぱり。いやでもやっぱ体が丈夫だっていうところだと思いますよ、若いというのもあるけど、はい、まあ、多分結構柔らかいんだろうね体がね。なるほどね。三笘とかにも共通して言えると思いますけど、うんうん、着地した時に硬いとそのまんまこう衝撃を吸収しないで、うん、痛みが来ちゃうんですけど、うんうんうん、柔らかいとなんか俺あれですね、なんか生理学の先生みたいな感じ。確かに確かに。なんで、まあ、割とやっぱ体が柔らかいんで、はい、こう吸収してくれる衝撃を、うん、っていうところはすごくいいところだなと思いますし、やっぱまず丈夫、はい、だなとは思いますね。まあ、なんか少年のようなわんぱくさもね、うん、なんか持ち得てるんで、そう、ね、サッカー楽しむ心を忘れてないっていうのもね、はい、前面に出てるっていうのもいいなと思いますし、うん、そうだね、一昨年ぐらい の、うん、あのアウェーの神戸戦で、うん、なんかイニエスタ来てっていうところで、うん、ちょっと俺イニエスタとやらせてくださいって言ってずっと90分ぐらいやってた試合、はい、やり合った試合があったんで、まあ、そういうところとかもね、うん、全然こう青っぽくていいなというか、そうだね、はい、感じしますね。鼻怪我した時に後半になって邪魔だからってあのフェイスガード外しちゃったりとか、そういうお茶目なところも結構可愛いよね。見えないからね、下が見えないから邪魔だとかしちゃって、そう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 、はい、ここに指置いてるみたいだって言ってた、はいはい、目の下に、ね、はい、そうそうそう、まあそんなところですかね、はい、お茶目でね、いろいろと可愛いエピソードも ね、たくさんありますけどね、はい、まあ、やっぱ最大の持ち味はもう、うん、皆さん言う通りで、やっぱここのフィールド全部をカバーできる、うん、はい、守備範囲の広さで、うん、でまあ、このインサイドハーフとしてできることとしては、うん、まあ、ボールを取ることはもちろん守備面ではそうですし、はい、あのいざとなったらもうサイドバックとかよりも早くここまで戻ってきちゃうと、うんうんうん、っていうところの守備の献身性、うん、サボらないっていうところはやっぱり現代サッカーにおいてこれだけ走って、うん、サボらずにしかも独力でボールを取れるっていう、うん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 、なんで協力して守るっていうよりは一人で取り切れるようなタイプ、はい、なんでここもすごくいいなと思いますし、うん、海外に出てからもこの取り方の方が結構やっぱやれるかなと思うんで、うん、そこはすごくいいところだと思いますね、はい、はい、でまだまだあるんですけど、はい、まあ、実際にやっぱりまあ前線に飛び出してミドルシュートの思い切りの良さだったりとか、そうね、はい、まあ、僕そんなにミドルシュートが武器だって思うほど枠に飛んでるイメージは正直ないですけど、まあ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 、まあ、でもたまに出るミドルシュートがね、そうそうそう、印象深いからね結構。なんでここはもうちょっとまだ持ち味ではあるんですけどね、うん、期待はできるところかなと思いますし、うん、まあ、基本的にその最近疲れがあるんですけど、うん、変なボールの取られ方あんましないっていうのが、はい、はい、いいところかなと思います ね、 そうね、まあ、何回かパスミスはするけどね。そうですね、まあ、でもパスミスするぐらいなんで、インサイドハーフなんで、うん、まあ、この位置なんでパス出す回数も多いんで、うん、はい、それはまあトライした分エラーするところはあるかなとは思いますけ ど、 なるほど。それでもやっぱりまあ周りを見て、うん、まあ、フロンターレの選手共通ですけど、はい、自分が出そうと思ったところに出せなくなっちゃった、うん、相手がマークについて、うん、っていう風になった場合は、そのやめて別の選択肢にこう、うんうんうん、パスを出せるっていうのはやっぱすごく優秀なというかね、はい、うん、すごいところだなというふうには思いますし、そうね、一応最後に言っておくとやっぱりまあアンカーをやってたっていうこともあって、はい、この割とこの選手も時間を作れるタイプ、うん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 、なのでボールを持った瞬間に相手がこうすぐプレスかけてきたからすぐ叩きますとかっていうよりは、うん、まあ、相手もある程度もう、まあ、この人からボール取れないだろうとかっていうので、うんうんうん、ちょっと引いてくれたりとかっていうのもあって、はい、割とこう時間を作れるタイプかなと思いますね、うん、まあ、センターバックが困った時にヘルプに入ってあげるとか、そうね、うん、っていうところも鮮やかかなと思いますし、はい、うん、まあ、最後に強いキックが蹴れるっていうのは、うんうんうん、これもまたいいところかなと、そうだね、仙台戦のアウェーの今シーズンの、うん、クロスも見てもらえたら分かりますし、うん、ここから上げてあの小林優が押し込んでね、もありますし、うん、あとはそうですね、まあ、フリーキックとか、うん、もうブレダンは縦回転のボール蹴れたりとか、はい、はい、あの海外に行くっていう風に考えたら結構活躍するのに必要な、うんうん、その素質というか資質というか、うんうんうん、結構持ってる選手ですし、どの監督になってもやっぱりこう重宝するタイプかなと思いますね、はい、コーナーも結構ね、はい、球威早いからね、
そうですね、結構脇坂と質の違うタイプのそうだねキックなんで、うん、はい、このね組み合わせてよりこうそうだ ね、 効力ね、相手をなんか混乱させるっていう、ね、そう、球質が違うんでやっぱ対応の仕方がっていうところがね、うん、あるんで、はい、はい、そこもすごくいいところですよね。なるほど、はい、すごい選手ですね、改めてそうやっていや振り返ると。そうですね、うん、できないことがないっていう上で、うんうん、まあ、日本人らしからぬこう強さとか、はい、ボールを持ち運ぶってこともできるっていうところも含めると、うん、まあ、すごいなと、うん、はい、まあ、これがある程度ちょっとスケールがしぼんで6割ぐらいになったら、うん、そのある程度選手数はいるんですけど、はい、他にもね、このレベルでこんなにできるっていうのはすごいなと思いますね、この年でね、この年で、はい、はい、なるほど。じゃあ次いきますか。はい、はい、じゃあ今後の伸びしろになりますね、はい、まあ、今まで聞いてるとまあ完璧なんじゃないかなっていうのがあるんですけど、はい、もっともっと高みを目指した方がいいと思いますか、うん、いやもうもっともっとじゃないですかね。どこが足りない？そうですね、まあ、やっぱりあのより数字に絡むところの、うん、まあ、本人も多分意識はしてると思うんですけど、はい、よりもうちょっと数字に絡めるといいかなと思いますね、はい、なんで、まあ、やっぱボランチの選手っぽくて、そっか、ちょっとまあここら辺での崩しのところでよりこう、うんうん、抜け出すっていうのもいいし、はい、まあ、抜け出してシュートまで行く、やっぱここまでねペナルティーエリア内まで行くと結構シュートの形持ってるんで、うん、あのシュート上手いんで、はい、なんでここまで自分がどう入るかっていうところをもうちょっとこう、まあ、チームとしても個人としてもこうやったら入れるみたいな形を増やして整理していく必要は、まあ、あるかなとか、もうちょっとやってくれれば数字勝手についてくると思いますし、はい、まあ、得点1点はちょっと寂しいんでね。そうだね、はい、っていうのはありますし、あとはまあミドルシュートをもうちょっと枠に飛ばすっていうところ、うん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 、もうちょっとできるかなとは、はい、思いますし、はい、あとはそうですね、まあ、結構疲労の問題もありますけど、まあ、試合が終盤になってきた時に、うん、しっかりとこう時間を使ってボールを持った上で、うん、こうゲームを進行させていくというか、うんうんうん、こう攻めたり守ったりっていう行ったり来たりの展開になると疲れちゃうんで、はい、そこのゲームを落ち着けてあげるっていうのが割とこう前半とか、うん、まあ、後半の最初の方とかできるんですけど、うん、それがなくなってからチームとしてはその後半の終盤になってから本当にバタついちゃうんで、うんうんうん、まあ、そこをもうちょっとこう落ち着けられるようにというか、うん、なったらいいかなとは思いますし、なるほど、なんでこうゲーム展開だったりとかを読んで、うん、もう自分でこうゲームを作るというか、うんうん、ぐらいのはもうちょっと期待をしたいというか、逆にこれができるようになれば、うん、もう海外で どこ行っても本当に大丈夫だと思うんで、うん、まあ、きっと疲労が一番あるんだろうね。あ、疲労が 一番あると、うん、山根と青に関しては休みがないからね。ないんでね、やっぱね、はい、はい、そうね、そうですね、あとはまあロングキックの精度とか、うん、せっかく強いボールが蹴れるんで、はい、一発でピタッとサイドチェンジみたいなボールが綺麗に通る回数が増えれば、おより海外の最近はやっぱトレンドとしてもうボール取ったらすぐゴール前に行って、うん、でシュートまで行って点を取りましょうっていうような、それできたらすごいね考え方なんで、そうですね、はい、視野はもともと広いしスルーパスも全然出せるタイプなんで、うん、あのより長いレンジでのパスが鋭く精度よくっていう風になってくれば、はい、うん、もう何ですかね、中堅クラブ超えて、うん、より上位のクラブで勝負できると思いますし、はい、やっぱりすごい人の隣でどんどんいろんなものを吸収していくタイプだと思うんで、うんうん、より高いレベルでいろんな選手すごいところを見ながら、はい、こう吸収していくっていう方がいいと思うんで、はい、はい、結構もうハードル高くなっちゃってるんで、はい、はい、青の、そう、ね、青に対しては、はい、はい、なんでまあちょっと結構多いんですけど、はい、はい、今までは基本的にはもう平均点以上絶対できてるんですけど、うんうん、100点とか120点とかそこを目指すんであれば、うん、ちょっとそういうところも必要かなと思いますね。なるほど、はい、はい、じゃあそんな田中碧、将来の展望はどうなってほしい？はい、まあ、夏海外行くんですよね。行くと思うね、はい、夏海外に行くと思うんですけど、うん、まあ、プレイヤーのタイプ的には今中盤ですごく重宝されてるようなタイプだとは思うので、はい、うん、現代版のサッカーですごくこう監督としても使いやすいタイプだと思うんで、うんうんうん、まあ、ちょっとまずはドイツとかですかね、うん、なるほど。基本的にはやっぱりその立ち位置とかを細かく決めるようなスペインとかあとイタリアとか、うん、そういったところ、う
まあ、海外よりも割とこうドイツで球際激しくで1対1で負けるなっていうところで、より屈強な外国人を相手にこう負けないっていうかね、なんでちょっと期待してるっていうところで言うと、今遠藤航がもうブンデスでもデュエルキングになって結構もうすごい存在になったじゃないですか。あれをもう 2,3 年のうちにやって、バイエルンとかこうもっと上のクラブとかねにやっぱりちょっと挑戦していってほしいっていうのがありますかね。なるほど、はい、いやでも本当にこう個人的にはその、フロンターレで今年の夏に海外移籍しそうな三笘と青と旗手あたりかな、の中では、まあ、青と旗手は本当にすごい上のところまで行くんじゃないかなと。今の段階で、今の段階でもう結構いいとこまで行くんじゃないかなと、はい、いうふうに思ってるので、かなりこう期待をしてるというかね。はい、はい、カオルと青と旗手に関しては移籍するだろうっていう過程で、はい、おすすめのクラブとかっていうのも別の動画で、あ、そうですね、語ろうとは思ってるので、はい、まあそのね、おすすめの移籍先とかは、はい、そちらの動画をちょっとお待ちくださいっていうことで、はい、そうですね、はい、はい、これから撮るんでね、はい、はい、そうね、はい、はい、移籍決まるか、それが、まあ、オリンピック期間とかになればね、まあそうね、ってなれば、はい、撮れればいいんですけどね、うん、いっぱい喋りました、いっぱい喋りました、はい、趣味を見つけてほしいですね。そうね、はい、連戦で大変だと思うんで、うん、はい、あの講演会の開放に書いてあったからね、はい、そうだね、キング大島に紅茶とか聞いて、ね、ちょっとお茶とかね、最近流行りだったりするんで、ね、そうね、はい、そうね、そういうの聞いてね、キング大島あれだからボーリングしかしてないから彼はうん、あんまちょっと筋力かけてほしくないですけどね彼もついついなんか、まあ、はい、はい、背番号10の心配をしてしまいましたが、はい、ということで、はい、田中をこれからも注目していきましょう。そうですね、ユースっ子なんで、うん、で一番やっぱトップチームで、はい、ユース上がりで活躍して海外行くって意味では、うん、一番多分愛着湧きやすいと思うんで、そうだね、はい、ちょっとぜひね海外でも応援していきたいですね。はい、はい、フロサポ FC では毎節のプレビューやレビュー、それから図紹介や一人の選手をピックアップして深掘りしていくような動画を上げていきます。チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします、はい、はい、それではまたその動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。